次に死を見せるのは誰でしょう。もうなすしかない。おいえ。さあさあ早く見せなさい。なんだか今日はご機嫌だな。もちろんよ。あなたの死が好きなのは知ってるでしょう。ああ驚いたよ。ここまで認めてもらえるにはどれほど苦労したこと。まあ当然よ。ちょっとくらい身の程を思い知らせてあげた方がいいと思ったのよ。ことしたように勘違いしないでよ。その照れて素直になれなかったとかそういうんじゃないんだから。もう何言ってんの君。もう人格崩壊してる。人格、こんな人格崩壊なかったよね。彼女の月の人魚の人の時には、ゆりさんね、ゆりさんの時にはちょっとおかしいですよね。ちょっと崩壊してる。夏樹それに嫉妬したりとか、いややってるし、全然嫉妬なんかしてないわ。もう完全に崩壊してる。これもうちょっと統合失調的って言ったらいけないでしょ。この人が病気じゃないと、そういうベタなことではなくて、はい、言動としての分析として、そうですよね。あんたが良い詩を書くようになったからなんなのよ。なったらなんなのよ。それに嫉妬するなんてバカみたいじゃない。はは、何言ってんの。いやちょっと発症ナスキ発症ですか。発症ですよね。これ普通で言うとちょっとした軽く混乱というか、まあ今時の言葉で錯乱というか、錯乱、今時の言葉はどうかしら。あはは、このまま母が15個ぐらい続きそうな。夏樹大丈夫かお前。何を。もしかして自分の死に自信がないのか。あ、そっちへ行ったか。何言ってんのよ。私の死が最高に決まってる。そうなんでしょ。そうでしょ。理解するのに時間がかかったが、俺は一つの結論にたどり着く。夏樹のツンツンした態度はおそらく不安を追い隠すためだったのだ。いや、不安どころじゃないですよ。発症に近いです。これはやや不吉な感じがしますね。不安までは不吉じゃないじゃないですか。なるほど。不安は心配じゃないですか、それに対する。でも不吉が、不吉な感じ、この不吉な感じはすごい大事なんですよ。例えば精神科の外来とか、そのベタなこと言いますけど、この不吉な感じはすごい大事なんです。相手を差別するわけじゃなくて、不吉な感じが、不吉なカードを引いたっていう時、やっぱりちょっとね、考え方、相手を守るためにですよ、考え方変えないといけないんですよね。そうすることで周りも彼女のことをそういう強い人物だと考える。そうよね。ぼっちん、私の詩が好きって言ってよ。これやっぱお前だから崩壊しかかってんねんって。うわーすごい。本当は嫌いでもいいから。なんかここにさより発見。さよりの裏腹か。私の死が人物なんだって言ってくれるだけでいい。それだけでいいから。これやばいな、やばいな。誰かに言ってほしい。誰かに言ってほしい。バカなことを言ってるのは分かってる。これさ、一番後期のアイドルの歌ってこんなんあったよね、いっぱい。後期ですよ。何年代やろ、だから。80年代。ぐらいのアイドルの歌ってちょっとこう切羽詰まったものなかったでした。なんか、うん、でも今まで誰にも詩を見せたかったのは、見せなかったのは理由がある。夏樹だって誰も私と真剣に向き合ってくれないから。というぼっちんは夏樹に過剰適応してるだけやからな。ここに全ての人間が透明になっていくという恐るべきこの世界観があるよね。だってそれを注意しなさいって言われてんねんから。ね、部長から。あなたちょっと日和ってるわよ。日和りすぎたら夏樹は何をするかわからないわよ。でも日和るぐらいに彼女によって初めて夏樹は心を開けたというこの病的関係の中で花が開くっていうことが起こっている。誰も私と真剣に向き合ってくれないから、はい、他の人に詩を見せても可愛いねいかにも夏希って感じなんて笑いながら、ああそこでね、これ大事なことですよね。でもね、本当にあなたが素晴らしいと思ったら素晴らしいと言ってあげるべきっていうことも真実ですよ。もうキャラでかぶせられちゃって、そうや、まさにこのセリフって、はい、キャラでかぶして距離を取って外側から見てるセリフなんですよ、はい、いかにも夏希っていう、もう腹立つは僕の作ったあのアルバム「いかにも先生」っていうアルバムですねって言われたら俺もうどうしよう、その呪詛を絶対本人にかけてあげたらあかんから。でもね、幸せなことに、売れたじゃ、何人もの人に買っていただいて、今までこれ本当に先生らしいアルバムですって言われたことは一度もないですよ。こんな曲作られるんですねってみんな言うもんね。そういう意味では成功だったかもしれない。これ先生らしいですよね、いかにも先生っていう気がしましたって本当よ、今思い出した。100人以上に評価をいただいて、言葉で評価をいただいても一度もないもんね。まあそういう意味では悲しくもあり、でもやっぱり音楽、完全に音楽の世界を一つ作ったという、これだから夏希、君に分かるよ。僕がもしもその中で一人でも「先生らしいですね」とか言われたら「お前な月まで飛ばすぞ」って思ったと思います。ひどい。これってでも先生は少し前にもおっしゃってましたけど、はい、その今の人でやっぱりみんなかなりキャラを若い人とか、作ってそのコミュニティの中で居場所を作るけど、はい、そうするとどうしても空虚な感じがどうしても残るのは、この夏希が感じていることにすごく近いのかもしれないです。らしさを出すからそこにおれんやけど、うん、らしいねって言われたら私が作ったものを私自身だと思わないねと、うん、じゃあ自分が何を作ってるのかというのは別にあって、この人の場合は視野にね、うん、自分のキャラは自分で仕立て上げた人に対する過剰な妥協なわけでしょ、うん、でも自分の死は自分が妥協してないものじゃないですか。はい、で僕は音楽はその自分の心理学に対する妥協は一つもないやんか。うん、だからそういう意味ではそうですよね。面白いな。はい。はい、可愛いのが嫌になる時だってあるのに。いやだから僕は一つ妥協があるとすれば、それはやっぱり60年代70年代のロックに対するリスペクトに対する妥協ですよね。うん、あまりにも尊敬してるからそっちに寄っちゃうんですよね、うん、やや。でもこれしょうがないよね、リスペクトしてるんやから。可愛いのが嫌になる時だってあるのに誰も分かってくれない。私すごく頑張って書いてるのに、どんなスタイルだって関係ない。そこに感情が込められているのに素晴らしい。なのにどうしてみんな分かってくれないの。私はただ夏希の声が次第に小さくなっていく。みんな怖いんやんな、そこにタッチするのが。死ってすごいよね、抜き身やんな。だからそこにタッチするよりは、せっかく詩の中で必死で書いてんねんけど、やっぱり夏希という出来合いのキャラをいっぺんコーティングしないと評することができないな。唇が触れ始めたからだろうか、俺は視線を落とす。夏希は剣を強く握りしめている。なあ夏希、力抜かないとお前の死が破れるぞ。俺は夏希の握りしめ、これお前の死が破れるぞってちょっと詩的な表現やね。それは神が破れるわけやけど、それはお前の死が破れるぞ。俺は夏希の握りしめた剣を拳をほぐしながら彼女の死をそっと取り出す。そして死を机の上に置いてシワを伸ばす。読んじゃダメ。何これ、どうしたの。いやだからやっぱり不安なんですよね、うん、俺が詩を夏希に返す前に夏希はそれを机から引いて、えらいことになってきたなこれ。それはもうゴミ当然よ。それにあんたは私の詩が嫌いだって分かってるし、だから読む必要なんてないわよ、ね、それでも俺は読みたいな。なんでよ。それはお前の詩が好きだから。うわすごい直球や。なんか今石原裕次郎を感じたこういうことを言う主人公いなくなったよね今。裕次郎なんか感じ。本当にな、どうして俺が詩のスタイルでお前を判断できるんだ。自分のスタイルがおかしいなんて限らないじゃないか。確かにお前の詩を最初に読んだ時俺ちゃんと読み取れていなかった。でも今はお前よりもお前のことを知っている。お、すごい、なんかえらいことになってきた。ユリのと比べてお前の方が白っぽっぽいなんて考えは間違ってるし、うん、それは間違ってる。さよりもいつも悪気はないんだ。でもさよりは単純だから、表面上の面白いことに気を捉えて、他人が本当に何を求めているかなんて分かってない気がある。それね、何を求めてるか分からないからストレンジフルーツになっちゃうんですよね。なんとかその場を収めようっていうとこだけで動くから、本当の内面のドロドロしたものを知ったら、やっぱり多少波長が合うんですよね。それがかたくななんですよ。まさにクワガタの殻なんですよ。ね、クワガタ正しいんですよ、皆さん。なるほど、だからクワガタの殻なんですよ。カニ座みたいなもんですよ。カニの殻なんですよ。内側のその欲望にタッチしてないんです。そうなんですよ。だから過剰適応になる。そうで、人もクワガタだっていうことがわからないんですよ。自分だけがクワガタであり、カニ座であると。なるほど。いや、カニ座はどうか知らんけど、カニである。カニ。なるほど。うん、それは人もクワガタだと分かればよかったんです。ね。そう、ほんで一緒にしようってこういう。でもさよりは単純だから。表面上の面白いことに気を捉えて、他人が本当は何を求めているかなんて分かってない時がある。ああ、俺もお前がどれだけ苦労しているかちゃんと考えてなかったよ。おい、深いセリフを言うな、こっちに。もし俺も悪かったらなら謝る。今はもう分かってる。その今はもう分かってるというのが軽いねんな。夏希は可愛いだけじゃない。お前にはもっといろいろあるんだ。あ、なんか落とした。ごめんなさい。夏希、またお前それ、もう一度夏で自分の死を強く握る。夏希はうつむいていて、こちらから表情が浮かべ、それが夏希にとってどれだけ難しいことだったかのか俺には分からない。あっ、血が出てんねん、もうぐらいだった、だから最終的にですけど、震えた腕で自分の死を机の上に置いた。ほら読みなさいよ。でもあっち向いてて。これいいシーン、名シーンですね。これ絶対に今私の顔を見ちゃダメだからね。なんかイザナギとイザナミみたいな話になってきましたよ、これ。本当ですね。すごい。古事記日本書紀。ああ、分かってる。この立ち絵だけでこのシーンを表現するってのはすごいですね。いや、真の価値がやっと分かってきたね。ドキドキ文芸の真の価値が。夏希ルートで僕はバカでした。まだ分かってませんでした。ああ、分かって。あなたが明日はきっといい日、でも今日はダメ、下を向いてばかり。あなたが見つめてくれるなら少しはマシな顔になれるよ。何かを言いたい時、叫ばずにはいられない。うん、分かる。でも本当の気持ちは全然こもってない。ここが辛いよな。ロックを歌ったってそこにもこもらないっていうね。あなたが聞いてくれるなら少しは気持ちを込められるよ。これ重いやろな、これ言われた人。重いよな。ぼっちん大丈夫か。ふとぼっちん大丈夫かな、これ。大丈夫かな、これ。確かにこの4行が重いですね。ふと夜空を見上げて私は、星に手を伸ばす。でも私は小さくてどこにも手が届かない。あなたが隣にいてくれるなら少しは遠くまで届くよ。これ絶望的やな、これな。私は心から自分を信じてる。あ、それはわかる。でも心が引き裂かれたらどうすればいいの。あなたが信じてくれるなら少しは強くなれるよ。でもそのあなたが私の心を引き裂いたんやな。ここが面白いよね。ペンを握るといつも試される気分。私は上手に書けない。これが精一杯。あなたが私のことを考えてくれるなら少しは良い詩が書けるよ。あなたが。ああ、素晴らしい。でも素晴らしい。よくこれだけ書いた。うん、これに耐えられる男がどれだけいるかは別にして。なかなかですね。これはやっぱりカウンセラーとしての立場を取らないとなかなかこれを飲み込めないよね。うんと思いますね。いわゆる恋人というか友人というか、そういう立場だと対等だと厳しい。ちょっと厳しい。カウンセラーとしての立場に立たないと。うん。だからカウンセラーと一つの愛の形ってあんねんね。うん。愛の成就という意味じゃなくて、うんうん、でもそういう意味で愛の成就なんてありえないんやから、うんうん、はい。何よその目は気に入らないのなら言ってよね。気に入らないじゃなくて重い怒ったりしないからいやいや、はい、いや気に入らないってわけじゃ、ここでのぼっちんはどういうのかってことやな。僕がぼっちんそのものやったら、僕はもうこれはもう観念してカウンセラーの立場を取って、はい、そして彼女を何か支えられないかっていうことは考えるよね。その読んでみてちょっと驚いたんだ。夏樹はこんなに良い詩が書けるんだなと驚いて、これどう取るかな、このセリフこれなどう取るかな、これ完全に外してる可能性もあるよな。はい、何言ってるのよバカ。やっぱバカか。詩を書く意味って何だと思ってるのよ。言えないことを表現することでしょう。言えないことを表現すること、うん、ああ分かるよ。時々的外れなことを言うのはごめん。まあそうやな。いつも良かれと思ってはいるんだが、ここが過剰的よやね。中身がないね。透明やねぼっちんは。それにこれを俺に見せてくれたことが嬉しい。俺は気に入ったよ。あうんは私はプロなんだから。夏樹はもうだからこれはあなたに向けてのラブレターじゃないと。私はプロなんだからもっと抽象化したその存在のありよう、人間の心のありようを言ってるんだと自分に言い聞かせてんねやろか。ですかね。ねえ夏樹はもうもうしてる。いつものように自信のあるようには見えない。ただ覚えておいて、私だって時々こういうことを考えるんだってこと。はいわかるでしょ。あんたが私によくしてくれた時とかそのまあ言っちゃってるやっぱり。だからこれは詩じゃなくてラブレターやって言っちゃってるやん。はいてんてんてんよく思うし、すごい出た。ああ嬉しいよ。夏樹は満足したようだ。俺は詩を返そうとする。しかし夏樹は俺の手を取ってそれを突っ返す。彼女の小さく柔らかな手の感触に俺は戸惑う。いらない。いやだってラブレターやねんもん。相手に送ったんやから。えどうして何でもいいでしょ。まったく大変僕っていうことね。俺は夏樹の行動を理解してないやろこっちお前何考えとんねん理解してないよ。はい素直に言えず遠回しに俺に詩を渡そうとしているのだろうだろうってもう全然もう。でお前砂地もうあり地獄に今ぐっと引き入れられてるよ。いいんだね。いいよね。分かった。そこまで言うなら俺が持っとくよ、はい、その態度をからかうことはせず素直に言うことを聞いておく。それでいいわ。もしいらないって言ったら私は死んでやる何でもないただあんたが欲しいなら私は嬉しいわ。もうそこでなんとか決着をつけようとしてねえな。夏樹は途中で言葉を引っ込めそう言った。夏樹は表情を隠そうと必死に努力をしているが、俺には夏樹が微笑んでいるのが見えた。それだけだからそれを他の人に見られる前にしまうこといいわね。あうんそうするよ。そう言って俺は夏樹の死をしまうために自分の席に戻る。よし3人ともみんなの詩の交換は終わったわよね。そろそろ文化祭についての話を。ちょっと待って、私なんか妙なこと言ったような今ですね、うん、今なんか妙なこと言ったように聞こえたのは私だけ。え確かに何かいつもと違ったような。あそうです。私たちを呼ぶときにいつもと違う呼び方をしましたわね。呼び方で別に決めてはいないわよ。もうなんで今日は全体的に妙な雰囲気なのよ。ほらゆりですら影響を受けちゃってるし。うううよどんだ空気は大抵何か不吉なことが起きる前兆ですやばいなあ。それはお前の本の中での話だろう。見ろよ、違いだなんてただサイベがいないってだけだ。あ、そうみたいですね。はあ、普段サイベがそれだどれだけ雰囲気を明るくしてくれていたかが分かるわね。まあ3種やからな。彼女がいないとまるでみんなのバランスがちょっと崩れちゃうかのような。それで一体どこ行ったのよ。おしっこにでも行ったのかと思ってたけど。なつきちゃん、もう少し上品に言ってください。何を。あ、なんか少し具合が悪いみたいな。早めに帰った。そうなんです。大丈夫だと良いのですが。なんかひどくない？具合悪いっていうのにあんたは一緒に帰ってあげなかったの？そう、それだよ。あんたはいつもイチャイチャしてたじゃない。あ、またそんなこと言う。あ、違う。まずは俺とさゆりの関係を誤解するのをやめろ。それにだ、今日はなんか俺を避けてるみたいだったから無理させたくなかった。ほう、なんでよりによってゆりがあんな興味深そう。みんな落ち着いて。私もちょっと前にさゆりと話したけれど大丈夫そうだったわよね。なんかもうモニカの中でさゆりが徐々にディレートされていく、すごい冷酷さを感じますよね。もう半分消えていってるよね。デリート候補にもう入っちゃってます。いやいや、もう半分ちょっと透明になってきてるの違う。バックが見え出してる感じがしますよこれ。はい、さゆりはなんて言ってた？それよりとにかく文化祭のことに準備しなきゃいけないから。すごいな。そうですね、これ噛み合ってないですもんね。とにかくやからね。それよりとにかくですから。もう消えていってますね。どん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 。はい。もうデータが消えていってる。みんな週末何をするのか決めましょう。私はもう決まってるわ。そうね。夏希はカップケーキを作って。でもいろんな味でたくさん作らなきゃいけないし。一人で大丈夫かしら、夏希。来た。受けて立つね。そして私は。詩のパンフレットを作って印刷してくるわ。さゆりはそのデザインを手伝ってくれるそうよ。そしてゆりは、ゆり、あなたには、全然みんな何かゆりにできそうなこと考えてる。うん、どうせ私は役立つんですよ。違うわ。そんなことないわ。あなたは。この中で一番才能がある人なのよ。今度は夏希まですねちゃって。で変に押さないですね。俺すら雰囲気の違いが分かってきたぞ。今まで俺はさゆりの影響力を軽く見ていたようだが、あいつがいないとその分モニカにも負担がかかってしまうんだ。それはそうかもしれないわ。でももし私が部長の役割を果たせなかったら人としては成長できない。だからゆり、あなたは字をきれいに書けるわよね。だから雰囲気作りとして、あああれやね、はい。ほんでやっぱり手伝う方向に行くんかな、ここで。こっちで手伝いはだからカップケーキ手伝うこともできる。そういうことですよね。カップケーキの側に寄らないといけないんですよね。私雰囲気大好きなんです。ここで再びゆり側に寄ったらどんな混乱が起こるんでしょう、ね。それも知りたいけどね。そうですね。素晴らしいわ。ゆりすごく助かるわ。となると。あとはあなただけね、ぼっちんくん。本当のやつとしてな。ああ、そんなこと言わないで。それどころか、夏希もゆりも少し厳しい仕事を任せられているわ。どちらかに手を貸してあげるといいんじゃない？来た！もちろん私を手伝ってくれ。あるんじゃない？はい。要するにモニカは俺に週末はこの中の一人と一緒に過ごすと言っているのか。なんかそういうポイントはつかむねんな、ぼっちんな。全く。あ、手伝っていただききっと助かります。まあもしあんたが料理を知らなくても、あんたに引っ掛けてもらう雑用ならいくらでもあるから。モニカは私に選択肢を与えてくれないし、あんただって黙って見てるわけにはいかないし。私の記憶が正しければ、なつきちゃんはカップケーキ作りは一人でしたいって言ってましたよね。それならぼっちんさんも邪魔したくないって思ってるはずなのでは。だから担当職人に行って、ぼっちんさんは飾り付けの手伝いをしてもらった方が良いと思うんです。ちょっと待って、そんなこと言ってないじゃない。それに飾りをつけることぐらいそんなに難しいことなの？何回言い訳してるのに、あんただったらぼっちんって言った。何を言ってるんですか？とても細かく大変な作業なんですよ。料理はそうじゃないって言いたいの？あんた何を思ってそんな。ちょっと少し落ち着きましょう。結局どうしたか、ぼっちんがうちだ。ぼっちんくんは私と一緒に過ごす機会だってあまりないでしょ。だから彼も私のことを。あんたついさっき。私も納得いきません。ごめん。言ってみただ。あ、やっぱり言ってみただけなんや。そうか。はあ。さっさと決めない。そうね。ぼっちんくんもそれでいいでしょ。最終的にあなたが決めることだもんね。もちろん、それでいいと思います。ということで、みんなが俺の方に視線を向けて、全部選べんねや、やっぱり。選べます。まあでもこの場合は夏木ルートということでやってるので、はい、辛いけど夏木ルートにします。一応さっきのところでセーブはしてるので、はい、そうですね。うわ、これ全部なべたくなってきた俺。はい、夏木ルート。まあお菓子作りが楽しそうだ。話を聞いてる感じだと大変そうだし、2人の方がいいかもしれない。大丈夫。お菓子作りも楽しいわよ。あんたもきっとそう思う。でもついさっきまで、それは、気にしないでよね。まあそれはさておき、一人でも大丈夫かしら、ゆり。もちろんです。で、なんか目が暗い。一人は慣れてますし、やばい。それならいいけど、ゆりは大げさに振る舞ってはいるが少し罪悪感を覚える。じゃあいいかしら。他に話すことはある？ないと思うわ。みんななんだかワクワクしてこない？もちろん。さあ、シマフリアはすっごく楽しみよ。あんまり楽しみじゃない。ウォッチングはどう？あれ？まあどんな結果になるか楽しみではあるな。私としてはそれで十分。ゆりはどう思う？ゆり、あいつはまだ拗ねてるわよ。次も拗ね始める。何よ。そんな大げさにするようなことじゃないでしょ。いや、多分それだけじゃないんだろう。ゆりは普段から自分が過小評価されてる気がしてるのかもしれない。何をやるか決めてあげなきゃいけなかったり、誰も助けてあげなかったりで。だからって。硬いよ、ゆり。この中で一番才能があるのはあんたなんだから。それにうちの出し物を楽しく居心地をするのもあんたなんだから。まあ私のカップケーキも役に立つでしょうけど、出し物のために雰囲気を作るのはゆりなの。雰囲気って本当に大事よ。発表中の関係はこういう発言するんですね、だからそんな味気ないで、もうちょっと自分を褒めてみたらどうなのってお話で、反対が。あなたは本当にそう思ってるんですか？違うわよ。でも指だけだ。うん、確かに。だが俺も分かってきた。夏子はさよりみたいなことを言おうとしたね。さよりが言いそうなことは言おうとしてる。それはなんだ。笑顔を与えてきたからだ。ごめんなさい、バカみたいですね。私も精一杯努力します。そして私たち全員で最高の出し物にしましょう。ええ、そうね。みんなで精一杯頑張りましょう。それじゃあ、今日はここまでにしましょう。そろそろ帰りましょうか。ええ、でも私はもうちょっと残っていくわ。おー、なんだ。ああ、読書ね。ええ、いいわよ。問題ないわ。みんな帰り支度をする。モニカというが雑談したの部屋を出ていくのに続いて俺も帰ろうとする。うん、ちょっとあんたどこ行くの。ほう、え、出た。ラブラブタイム。私たちは今週末計画を立てる必要があるでしょう。このまま帰ったら家で私と連絡取る方法がないということに気づくわよ。あ、本当だ。そや、これ携帯ない時代や。うっかりしてたよ。まったくあんたを引き止めてよかったわ。私の電話番号を教えるわよ。それで変なことしないでよね。何それ。俺が、なんで俺がそんなことするんだよ。ふん。夏希の電話番号を教えてもらう。これでよしと。じゃあ日曜日行くからね。材料も全部持っていくから。あ、そうか、墓地の家に来るってことか。言ってんですね。うん、おい待て、うちに来るのか。そうだけどダメなの。いや、俺が手伝うわ。てっきり俺が夏希の家に行くのかと。はあ、男なんで家に呼べるわけないでしょ。なんかパパに殺され。ああ、そういうことなんや。お父さん怖いんですね。怖いね、怖いね。これはちょっと言ってましたね。漫画を捨てられたとか言ってた、言ってた、言ってた。結構虐待に沿うようなこと。そうなのか。ずいぶん厳しいんだな。そうなの。私の気持ちがわかる。パパが言えると何にもできないんだから。それ怖いんやけど、なんか。なんでもない。ちょっと愚痴っただけよ。これで電話番号は交換できたわね。それだけ聞きたかったの。行くとにはメッセージでも送るわ。分かった、それでいいよ。あ、メッセージを送るっていうことは携帯はあるんや。そうか。ええ、私がお菓子好きの魅力をたっぷりお知らせする。せいぜい楽しみにして。へえ、お前俺に雑用をやらせるって言ってなかったっけ。それは言ってみただけよ。みんながいたからつい行っちゃっただけ。楽しみにしてるなんて言えないでしょ。また本当か。まあ少しはね。ただ誰かと一緒にお菓子作りしたことはなかった。自分のテリトリーに入れるっていうことやからね。まあ言ったら自分の厨房に入れるってことで、自分のパーソナルスペースに入れるって言ってるんですよ。ただ誰かと一緒にお菓子にしたことはなかった。ただそれだけだから、よし、わかった。からかったりして悪かったな。とにかく俺はもう行くぞ。また日曜にな。あ、なんでもない。なんや、何があったんや、今。なんか、痛かったのかな。うん。信じられない。日曜に夏希がうちに来るなんて。隣の家よ、確か。夏希、隣じゃないんじゃないですか。いやいや、そうじゃなくて、墓地の隣がさゆりの家でしょ。そうです、そうです、そうです。いや、だからこれゆりと同じパターンで絶対鉢合わせするんですよ、きっと。これやばい話やな。これ不安感が心を乱す。何の不安だ。彼女とうまく付き合えるようになってきたはいいが、ではいいだが、でも学校の外だと何かあるかわからないだろう。彼女も楽しみにしてるとは言ってたし。何かを起こすチャンスではないのだろうか。なんだこれは。いや、それはまだ早すぎ。何言うとんねんお前。ほんま、いやそれはそれでいいけど、それとこれとが合わなかったりするじゃん。その時にはならないとわからない。たくさんのリボンを一つ一つ外していくとか、そういうことか。めっちゃ変態やぞそれ。でも当日まで気になってしょうがなくなりそうだ。本当に待ちきれないリボン、リボン、リボン。もう日曜日だ。はい。じゃあここで。オッケー。はい、イエーイ。これでこれから夏希と会うエピソードに入っていくこと、はい。うわめっちゃおもろそう。はい。めっちゃおもろそう。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや、だいぶ面白くなってきましたね。いや面白い。やっぱりねこれ二巡した方が面白い。初めて分かってきた。一巡の時はもう、はい、もうゲームを超えた常識の壁が破れていって、そこでわーってそこの情報交換で。もう時間が過ぎ去るやん、はい、何も何でもこのリズムってあるからさ、はい、あるリズムの中での発信って限られるやんか、はいはい、2巡目した時にはその続きからできるから、うん、逆に本当に言いたいことに迫れるよね。そうですね、本当に言いたいことがただ単なる夏希龍斗だけじゃなくて、はい、この物語の本質に少し近づけるよね、はい、そんな感じがしました。はい、はい、名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの勢いで実はやりたいなと。